ジョン・エイズ・ラビーは、イギリスの政治家。1695年から1721年まで、庶民院議員を、1718年から1721年まで、財務大臣を務めたが、南海泡末事件で、南海会社に関与したことで失脚、辞任を余儀なくされた。スタッドリー・ロイヤル・ハウス、1880年、1670年12月7日、 ヨークのグッドラムゲートで生まれた。エイズラビーはヘミングブラに住むヨーマン家族の出身であり、父ジョージエイズラビーはスタッドリーロイヤル出身のサージョン・マロリーの娘メアリーと結婚して影響力の大きいマロリー経理を果たした。エイズラビーは1687年にセント・ジョンズ・カレッジに1692年にトリニティ・ホールに入学した後、 兄ジョージが1699年に死去すると、エイズルビーはスタッドリーロイヤルの領地を、継承、1716年頃に、領地の庭園を改造し始めた。彼はイングランドで、初めて自然風の造園集計を導入したものであり、スタッドリー王立ウォーターガーデンを築いた。息子のウィリアムは後に、ファウンテンズ修道院跡を領地に加えた。1695年、 トーリー党の一員とされたためリポン選挙区で庶民委員議員に当選したが彼の政治観は流動的だった。1702年にノーサラルトン選挙区に倉替え、同年にリポン市長に当選した。1704年より政界での活動が特に経済において活発になり政権も保育党のそれと近くなった。1705年にリポン選挙区に戻って当選した後 ロバート・ハーレーの貢献の下、1710年のトーリー党政権で海軍教の一人に任命されたが、エイズ・ラビーはたびたび保育党を支持して政府に反対票を投じたため、不安定な地位にあった。1714年に保育党が政権に返り咲くと、エイズ・ラビーは海軍会計長官に任命され、1716年には数密顧問官に任命された。彼は、 サンダーランド伯爵を支持し、サンダーランド伯爵は1718年3月にエイズラビーを財務大臣に任命した。1719年、南海会社が政府債務を引き受ける代償として国債を受け取ることを提案。エイズラビーはそれを強く支持して南海会社との交渉を進め、庶民院でも法案を強く推進して通過させ、1720年4月に 国王ジョージ一世の採荷を受けた。しかし、南海会社には到底満たせない期待が寄せられており、1720年8月には法末が崩壊した。議会による調査の結果、エイズラビーが南海会社の提案を宣伝する代償として2万ポンドの南海会社株式を受け取っていたことが露見。彼は1721年1月に財務大臣を辞任した。その後、 庶民院がエイズラビーを汚職で有罪と判定したため、エイズラビーは庶民院からも数密院からも追い出され、ロンドン島に投獄された。エイズラビーはすぐに釈放され、1718年10月20日、以前に所有した領地の保有も許可された。以降は引退して、領地の増援に没頭した。1723年、エイズラビーは、サリーのウェーバーリー修道院後に、 ウェーバーリー・アビーハウスを建てた。1742年に死去、リポンに埋葬された。息子ウィリアムは1721年より、リポン選挙区から当選して、庶民院議員になり、以降1781年まで議員を務めた。1845年7月に、エイズ・ラビーのひ孫エリザベス・ソフィア・ローレンスが死去すると、スタッドリー・ロイヤルの領地は、第2代デグレー伯爵 トマス・デ・グレイが継承した。エイズ・ラビーは二度結婚した。一度目の結婚相手は、ウィリアム・ローリンソンの娘であり、二人は一男二女を儲けた。1701年12月25日、アンは、ロンドンの邸宅での火事により死亡した。その後、エイズ・ラビーは、トマス・バーノンの娘ジュディスと再婚したが、二人の間に、子供は会いなかった。ありがとうございます。